さつきあいかのジャングルレディオ月曜日、深夜のプレイバックジャンルリゲツのコーナーがやってきました。今日印象に残ったフレーズを一人ずつつないでいきます。キャラ瞑想中、記録無視、七穂さん、それでは今夜のリピート放送スタート。皆さんこんばんは、 NMB48 のさつきあいかです。はい、ちょっと先に謝らせていただきたいことがございまして、今日収録日が昨日まで大阪城ホールで NMB48 コンサートをさせていただいておりまして、その影響もあってなのか私ちょっと声を枯らしておりまして、はい、なのでちょっとね、お聞き苦しい部分あるかもしれませんがご了承ください。はい、そしてね、昨日は白間みるさんの卒業コンサートがあったんですけれども、最初から最後までみるさんがもうずっと綺麗で美しくてね、みるさんが私たちに残してくださった気合根性感謝をね、胸に大阪魂を見せ、これからも見せられるように頑張りたいと思います。そして昨日、私の大好きな今本さやかさんがもう間近で見ることができて、もう私はそれが幸せで幸せでたまらないでございます。もう本当に美しい、いつでも美しいです。本当にもう大好きです、心の底から大好きです。そしてですね、私が一番ね、次世代コンサートなんですけど、次世代コンサートで一番見ていただきたいのはですね、しがみついた青春という曲を5期生さんと7期生でさせていただいたんですけれども、これ私と黒田風花ちゃんで小島かりんさんを取り合っているところがあるので、皆さんそこに注目してぜひアーカイブ配信などいっぱい見てください。ということで本日もジャンレディ月よろしくお願いします。 NMB48 さつきあいかのジャングルレディオ月曜日、 We love music, yes, FM。皆さんこんばんは、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、8月9月担当のさつきあいかです。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単にお聞きいただけます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできますよ。番組公式ツイッターもありますので、@JRO_YesFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディ月と検索してご確認ください。さて月曜日は私に加えて毎回2人のメンバーを迎えてお送りしていくのですが、今回来てくれたのはこの2人。はじめまして。あなたは初めましてですか？初めましてじゃないですね。はい、7期生のもっちゃんこと浅尾桃佳です。よろしくお願いします。はい、ジオンこと亀野ジオンです。お願いします。来てくれてありがとう。やっほー、やっほー。もっちゃんとじっちゃんが来てくれましたけど、はい、2人はでも結構仲良くて一緒にいるような結構そうですね。なんか もつじじもっちゃんですね。もつじはちょっと違いましたね。もつじじゃなかった、じもっちゃんでしたけど。はい、はい、それでは先ほどお便りいただきました、すべては途中経過でお便りをいただきました、ランドくんさんからのメッセージを読ませていただきたいと思います。皆さんこんばんは、先日の3コンサート本当にお疲れ様でした。中でもやはりミルルの卒業コンサートは1期生全員が出演ということで、涙なしには見れないライブでした。そんな中でもミルルンを中心に皆さんで歌われたこの楽曲が印象的でしたのでリクエストしました。皆さんが印象に残った楽曲やエピソードはありましたか？ NMB48 の12年目、若い力で引っ張っていってくださいねのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、印象に残った楽曲とか。印象に残った楽曲、はい、やっぱ好きな曲はいっぱいあったんですけど、なんだろう、ハッシュタグ好きなんだわ、ずっとやりたかった曲で、うんうん、ゴールドアイドルな感じの曲をずっとやりたくて、うん、超絶可愛いが ね、選んでくださって、初夏でね、やったね、そう初夏でできたんですけど、うん、すっごい
可愛く可愛くもう大好きですあの曲はもう可愛くやってる自分が一番可愛いなと思ってそう言いますねジョンは何かあった印象に残った曲とか私はミルさんの卒業コンサートで、うんユニットでおニューのバッグをやらせていただいて、うん、それが可愛かったずっとやりたかったので、うん、もうめちゃめちゃ嬉しくて、うん、でも良かったですめちゃくちゃ可愛かった、 可愛かったあれマジで可愛かった、うん、私はですね、うん、あのシルモミルさんの卒業コンサートで、うん、卒業生が来られたじゃないですか、うん、バードですよ、はい、バードねあれ、ハイカ、裏でずっと大湧きして。もうやばかったです。やばいやばい、待って待って待って。あ、やばいやばいやばいってずっと言ってました。もう、あれですよ。アイピのツイッターで、バードが来た瞬間、あーってなった人挙手っていうの私はちゃんと見ましたからね。ほんまにちゃんと見ちゃいましたから。ほんまにあれやばかった。もう、ハモリが天才すぎて。すごかった。来ました？山本さやかさんのハモリ。すっごい綺麗だったやばいんだけど本当においさやかさんがんで、すみませんモード入りますねちょっとだけモード入りますさやかさんが他の何でもないバードで出てくるっていうのがそうですね最高でしたねはいはいということですごく締めが悪いですけど、はい、今回はこの2人を迎えてお送りしていきますということでまずはこのコーナーから参りましょう教えてNMB48 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということでリスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思いますそれでは紹介していきます神奈川県にお住まいのラジオネームかぼちゃなかずさんからいただきました、うん、もっちゃんとじっちゃんは、ジモッちゃん、お、ここで言ってますね。ジモッちゃんというコンビ名があるくらい、メンバーの中でも特に仲がいいのですが、仲良くなったきっかけはありますか？また、二人で何かやってみたいことはありますか？個人的には、NMB48 劇場で二人の冠ライブが見てみたいです。わー、嬉しい。そうですね、うん。なんで仲良くなったんだろうっていう話をよくするんですけど、なんかレッスン上で結構初期の頃に、やっぱジオンってダンスが上手いじゃないですか。そうですね。で、私がやっぱダンス苦手なんで教えてもらうっていうあれで、本当に右側の、音楽流れる場所があるんですけど、そこの近くにジオンを8番ぐらいに置いてどういうこと立ち位置で言う8番くらいに置いて、うん、私が6番ぐらいに立って、うん、こうやっぱ2列で7期生レッスンがあるんでそうですね朝最初にねストレッチとかをするときに、うんうん、こう7期生がバラバラに2列で並んでたんですけど、その時かな？そうですね。うん、で、ジオンの隣にね、固定位置が決まって、そう、固定位置を決めて、ここにジオンを置いて、ちょっとダンスを真似しようとしていて、そっから結構話すようになって。戦略ですね。もう横にジオンを置いて真似しようという。真似しようっていう戦略だったんですけど。当時中学1年生のジオンを。すごいやばいやつみたいになって。はい、そう。そこから仲良くなったんじゃないかなって、うん、いろんな話するようになって、うん、結構いろんな話しましたね、はい、最初はもう体が硬いから始まりましたけど、うん、いや7期生で体柔らかいのマジでアンジュぐらいアンジュぐらいだねあの人はほんまにレベルが違うみんな硬かったな、うん、ほんまにね、うん、今じゃもうあ手が全然つかないもう立ってるみたいぐらい痛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 いマジで痛いあとフロンティアでも一緒やったからね2人そうですねさらに、うん、やっぱもともと仲いい2人だったんで、うん、いろいろなんかあったんですけどグループになって、うんうん、教え合ったりもあったし、うん、やっぱこここうしようみたいな、うんうん、よくする面でもいろんな話ができて、うん、初めてこうなんか仕事っぽいっていうかなんて言うんでしょう真面目な話真面目な話をした、うん機会になったかなって、うんうん、ナンバトルではやっぱりナンバトル期間とかもねめっちゃいろいろみんなあったから ね、うん、ねやっぱそういう期間とかもあったんですよね、うん、はい続いて、はい、じゃあもっちゃんお願いします、はい、堺市にお住まいのラジオネームおずまさんからいただきましたライブ3本お疲れ様でしたありがとうございます学業に他のお仕事もある中でリハーサルも含めて大変だったんじゃないですかでも頑張った分最高のライブでしたね
私も現場で7期生の成長をすごく感じた素敵なライブでした。中でもアイピが最高でした。ありがとうございます。私も一緒に行った奥さんが引くぐらい、うちはサイリウム振りまくってました。そこで質問です。今までの公演やライブで目を引いたうちわやスケブの色やデザイン、記憶に残っているものなどあれば教えてください。今後制作する際の参考にしたいと思います。目を引くうちわとか、うん、スケブスケッチブックですね。はい、おじっちゃん、この前 の、うん、その大阪城ホールでのライブの時に、うん、あの光ってるあのあったね、あったあったあった、すごかった。あのなんか電気みたいなの光ってて、うんうんうん、あれは多分遠くても見えるなって思って、見えるね、すごいな、うん、そうなんかそうココナさんの名前、うん、557ってあったね。そうなんか電飾みたいなんで作ってらっしゃる方がいて、ね、あれすごいです、ね、凝ってるなって思った。すごい、うん、あれはすごかった。考える方がもう、うん、ね、そんな出てこないですよ、ジオン。ほんまによね。どうやったら目立つかな。よしスケブ光らせようとはならへんもん。なかなかならないな。よし光らせようって案になかなか至らへんから。なかなかならない。そうすごいですね、あれほんまに。あとは私が結構目立つなって思ったのが、うん、アイカの、うん、アイカって書いてるだけのうちわがあったんですけど、うん、すっごい他の人よりやっぱなんか大きくて、あー確かに濃いピンクを使って、うん、やっぱ大きいのがやっぱ目立つかなっていうのあって、ね、色ってよりかは、まあピンクとかそういうのも目立つんですけど、うん、本当に人よりでかいうちわがめっちゃ目立つなと思って。確かにこう大阪城ホールやったらやっぱりこう、うん、ちょっと遠かったりするじゃないですか、です、ね、距離が、うん、やからその分大きいとすごい目立つから、そう、ね、めちゃくちゃ、うん、あ自分のファンの方いてくださってるとか、うんうんうん、自分の持ってくださってるとかめっちゃ分かりやすい、そうですね、うん、大きいうちわが目立つんじゃないかな、うん、大きいうちわもしくは光らせる、光らせよう、よし光らせようっていう案がみんな光ったの、もういややばい、もう逆に劇場公演で、ね、劇場公演でみんな光ってたらすごいわ、すごいよ、もうびっくりしますけど、すごすぎる。はい、ということで、はい、光らせるもしくは大きめのうちわが目立つということになりました。、はい、それでは続いて、岡山県にお住まいのラジオネームアドルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。少し前にシダリアナギの個別オンラインお話し会の全日程が終了しましたが、9月には A から F の6グループに分かれてのグループお話し会がありますね。僕は3人のいるグループへのお申し込みをしているのですが、どういう話だと嬉しいとかありますか？時間が短いので当日の洋服や髪型のこととかただただ可愛いと言って終わってしまいそうな気がするので参考にさせてください。あるいはこの機会に新しいファンを獲得するために3人が考えていることなどあれば教えてください。おグループお話し会ね、ありますね。そうですね、デジタルヤガギのね、うん、この間ね、はい、お話し会も終わって、そうまたグループのお話し会があるということで、はい、ありますけど、どういう話なんだろうな。やっぱ髪型とか服装を褒めてくれるのもやっぱ嬉しいんですけど、うん、公演だったりコンサートだったり、うん、まあ今でいうコンサートとか ね、うん、ねこの曲が良かったとか、そう感想とかに聞けると嬉しいよね、うん、やっぱ個人的な感想はいろいろ聞きたいなっていう面でもあるんで、あとはもう個人的な話も聞きたいですね。こんなことがあったとか、ね、あ確かに今日どんなことしたとか、うん、昨日こんなことがあったとか、なかなかねもまめくらいでしか知らない、うんあれなのでね、いろいろ知りたいな。来てくださるだけでね、まず嬉しいから、うん、そうですね、どんなお話してくださっても嬉しいですけどね、うん、めっちゃ何でも、はい、盛り上がれるんじゃないかな。あるいはこれを機に新しいファンを獲得するために、なんだろうな、ね、新しいファンを獲得するために、でもこの間、うん、この間はあのナンバトルのグループでのお話し会があったじゃないですか、うんうん、でその時にやっぱり私とかだったら、うん、あの小島かりんさんだったり加藤優香さんだったり、うんうん、渋谷渚さんだったりすごい偉大な先輩がたくさんいらっしゃるので、うん、そういうファンのそういうその方々のファンの方もつまりお話し会来てくださるわけじゃないですか、うん、そうだね。なのでまずすごい覚えようとしましたね、その方たちを、うんうん、で気になってくださったら、うん、来てくだ個別お話し会来てくださったりとかも そうだね、してたので、うん、なので何ですかね。でもやっぱりわからないです。
結果わからないと、結果わからない、こんなに話した結果わからないということで、よくわからないですけど、でもやっぱりね、うん、来てくださるだけでまず嬉しいので、そうだね、はい、ちょっとよくわからないことを言ってしまいました、覚えようってね、はい、ちょっとあのよくわからない、なんかいい感じに言おうと思ったけど、うん、よくわからなくなったのでこれ以上やめときますよくわからないっていう結果にはなってしまったんですけど、はい、これ以上やめときます。ちょっとでは続いては岸和田市のラジオネームカルちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、つい先日大阪城ホールで3つのライブが行われましたね。7期生さんは3つのライブ全てに出演されていて、リハーサル段階から頭も体もフル回転だったと思います。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。本番が終わったということで、期間中できていなかったことや我慢していたことで、これを一番やりたい、食べたいなどについてトークしてもらえたらって思います。去年行われた次世代コンサートは加入間もなかったということもあり、右も左もわからないまま本番を迎えられたと思いますが、はい、その後のナンバトリやナンバ新選組公演、劇場公演を通じて成長された7期生メンバーの皆さんの姿に感動しました。加入してもうすぐ1年、悔しいこと辛いこともあったかと思いますが、まだまだ成長し続ける7期生さん応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ジオンなんかありますか、ね、できてなかったことでこれやりたいこれ食べたいとかいっぱいあるんじゃない？とりあえず、うん、やっぱり寝たいですね。それはめっちゃわかる。ほんまに睡眠時間がないから。本当に。多分、うん、寝てなさすぎて、あの、うん、多分一日中寝れます。そうなんだよね。間違いない。本当に。そう。さっきまで寝てたはずなのにみたいな。そうめっちゃほんまにね、うん、1時間2時間睡眠とかが普通になっちゃうから、リハ期間は、うん、睡眠大事、うん、なんかもう昼夜逆転っていう、うん、本当にそれ現象が完全に起こってたかなって起こりましたね。私は何やろう、あの映画行きたい。あーねー、映画ね、映画やっぱ映画でさ、そうこうね、空気感的にもね、そうそうそう、リラックスして、そう映画好きなんですよ、うん、なんか映画館に、まあ、このご時世なかなか行けなかったりもするので、うん、家でね映画見たりでもいいので、映画見たいです。とりあえずそうです、映画が見たいです、ね、はい、いやでも私もやっぱまあテレビはあんま見ないんですけど、うん、やっぱ溜まってる YouTube を全部見たいなっていうのはめっちゃありましたね。うん、自分の好きなこういうゲーム配信とか、まあ、いろんなの見るんですけど、うん、すごいチャンネル登録増えてるやんって今日なって、久々に見たら、うん、あれなんかめっちゃ増えてるやんと思ってっていう驚きもあったんで、はい、ちょっとまだまだ見てないものがいっぱいあるので、まあやりたいことはねいっぱいありますけど、うん、今後ゆっくりやっていきましょう、ゆっくりやっていきましょう。ということで今回はここまで。このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグジャンレディ月をつけてお送りください。ビルビートップアイドル、私たちラジオ修行中。トップアイドルになるためにはダンスや歌唱のスキルだけでなく、知識量やその場の対応力、MC 力も求められます。ということでこのコーナーでは制限時間内にいかにさすがと言えるかという常識クイズに挑戦してもらおうと思います。ルールは簡単、目の前のサイコロを振り、その出目に書かれた数字によって問題を出題するので回答をしてください。必ずしも正解を言うことだけが賢ではないので、知らなくてもそれっぽく答えるボキャブラリーも試されます。ちなみに回答の制限時間は15秒です。頑張りましょう。あのどうやっぱすごい声がちょっとブギブルになったけど、もう聞き苦しくてごめんなさい本当。はい、ということで、はい、早速最初のチャレンジに参りましょう、はい、ではまずはももかからサイコロを振ってください、はい、いきまーす。お1が出ました、はい、それでは、ももかに挑戦してもらうのは、はい、Z 世代とは何でしょうか。Z 世代、それではウィルビートップアイドルスタート。レディー、Z 世代、Z 世代は、NNB7 期生の世代ですね、これは。ゲームセット、はい。おー、そこまでです、はい。はい、なぜですか、とりあえず。やっぱり、まあ、Z っていうのはね、うん、ABCDFGHRJKNNB。
SYJ みたいな最後じゃないですか。はい。なんで、やっぱ今いる一番後輩の。おー、なるほど、なるほど。ね、一番下なので。なるほど、なるほど。Z になりました。はい。なるほど。とりあえずね、判定をまず聞きましょう。はい、それでは、今のももかの答え、判定をお願いします。ダメですね。何説得だって。ダメですね。初めて聞いたよ。1996年から2015年の間に生まれ、生まれた時からインターネットが普及しているデジタルネイティブ世代のこと。そんなん知るわけないって。なんやったことないよ。ちょっともっちゃんには難しい。でも Z 世代。でももっちゃん Z 世代ですね。え？確かに。2015年の間。じゃあジオンもや。ね、みんな。3人とも Z 世代でしたけど。Z 世代でした。はい、じゃあ。オッケーですね、これ。いや、アウトなんです。判定出てるんです。アウトです。判定出てるんです。アウトです。いけてますよ。はい。ということで、続いて、ジオンの、はい、チャレンジを。じゃあ、もっちゃんがね、はい、サイコロを振ってもらいましょう。いきまーす。3が出ましたけど。3だ。なんだろう。サイコロ3は。いきますよ。NMB48 の楽曲の中で歴代最高売り上げを記録したのはどのシングルだったでしょう。ジオンが本気で困ってる。はい、それではWill be トップアイドルスタート。レディーゴー。何だったっけ。そもそも何だろう。何の曲だったっけ。トップ絶滅黒髪少女。おー、75秒あり、待ってないでしょ。ファイナルアンサー。あ、終わっちゃった。はい、それでは今のジオンの答え判定お願いします。残念。絶対あれやん。なんか凪一だと思う。でもね、凪一だと思ってる。凪一だと思ってた。正解。でも凪一もできた。うわ、僕らのユリイカでした。ちなみに2位はドントルックバック。全然わかんや。3位はカモネギックスらしいです。待って、アイカラやばいって。うわ、ナギイチ以下でまだ続いてました。あ、続いてた。以下らしくない高値の年号ナギイチ。ちなみにね、1番なんで55万8892万枚らしいです。でもユリエカはね、僕らのユリエカは、あの、うん、我らがキャプテンである小島かりんさんが、うん、僕らのユリエカです。NMB48 好きになったって言ってらっしゃるぐらいですから。なぎいちゆりいから辺がやっぱり、うん、人気ですね。人気ですね。夏曲みんな好きでしょ、うん、大好きでしょ。夏曲みんな好きでしょはい、それでは私チャレンジさせていただいてよろしいでしょうか。はい、参ります。はい、弾いてもらって。はい、これをしますよ。いいよ。いいですか。コロン 6が出ました。それではあいかに挑戦してもらうのは、今の気持ちを四文字熟語で表してください。四文字熟語、多分四字熟語ですか。四字熟語でした。はい、トップアイドル、ウィルビートパイドルスタートって言っていただいてます。ウィルビートパイドルスタート。レディーゴー。四字熟語でしょ。いや、簡単ですよ、そんなんね。あ、だって NMB48 四字熟語ガールズっていう曲もあるぐらいですからね。ちょうど昨日聞いたばっかだしね。そう確かに。ちょっと待って、空前絶後。どういう意味ですか。どういう意味ですか。こちらが聞いてます。空前絶後って何ですか。なんか、あの、あれですよね、あの、お笑い芸人さんもいらっしゃいますよね。うん、いらっしゃる、いらっしゃる、いらっしゃるからね。あ、そうだ、まだ反響見てます。聞いてないです。これ罰とかあるんですか、今の気持ち。空前絶後って何ですかね。分からない。あの、一個一個四字熟語ガールズの、うん、あの、一個一個並べていって、うん、空前絶後のところで、ね、ちょうどゲームセットってなったから、もうこれでいいってなって言ったらちょっと意味があんまり分からない。大持ちぐらいしか思いつかなかった。やばかった。はい、ということで3人ともバカやん。ほんまに大丈夫。ちょっと待って、空前絶後ってどういう意味踏んで。今までに一度もなく、これからも起こらないと思われるごく稀なこと。意味わかる。ごく稀なことが今起きたんかな。今の気持ちを表してください。ごく稀なこと。どういうこと。あと1回じゃあ。お、誰がやります。誰がやる。はい、はい、あなたですか。はい、ではサイコロ振ってください。これは天才になりたいので。私も難しいですね。いきますよ。 4。それではももかにチャレンジしてもらう言葉は、
今初めて言う自分の秘密を教えて。はい、はい、秘密ですね。はい、秘密です。それでは、ウィルビートップアイドルスタート。レディー、秘密なんだろう。ちょっと待って、秘密、なんかないっけ。秘密待って秘密、はい。待って終わった終わったね。秘密がないということですかね。はい、秘密ないんですか。はい、はい、ちなみに何ですか。ちなみにちょっとこれ衣装のある話になるんですけど、はい、ちょっとね、靴下をね、白じゃなきゃいけない衣装があったんですよ、うん、まあでもちょっと早着替えがちょっと間に合わなくて、まあ、バレないかなっていうあれで一回黒で行ったことがあって。あー、やってんな。やってんな。ちょっとバレなかったんで、これは大丈夫かなと思って、はい、昨日もやろうとしたんですけど、はい、ダメですよ。ダメでしたね。ダメですよ。ちゃんとしてくださいね。はい、ということで今のももかの答え判定お願いします。いいん、いいんこれ。っていいんですか。やった。嘘でしょ。はい、はい、マジか。はい、ということで、終わり。こんな終わりでいいの？こんな終わりでいいの？ということでお時間です。本日はここまで。では結果を見てみましょう。さつきあいか0かしこ1おバカ、あさおももか1かしこ1おバカ、亀のジオン0かしこ1おバカということで、今回はあさおももかさんがかしこということになったんですけど、そうです、納得がいかねえ。納得がいかない。はい、これはいつかリベンジしてください。はい、誰やねん。はい、いかがでしたか。これからもトップアイドルを目指して頑張りましょう。以上、ウィルビートップアイドルでした。抜き打ち SNS48。 ここからは SNS 上で目撃されたメンバーの情報を紹介していく SNS48 のお時間です。今日もたくさんのお便りが届いています。ありがとうございます。それでは紹介していきましょう。まずは兵庫県にお住まいのラジオネーム高級さんからの投稿です。目撃メンバーはもっちゃん。もっちゃんは以前より亀のジオンさんの部屋に住み着いているそうです。ジオンちゃんの部屋がももかさんの服であふれかえっているそうです。初夏コンサートが終わったら服とともに速やかに撤収してくださるようお願いいたします。どういうことでしょうか。なんでですか。ちょっとそうなんですか。本当にジオンの家にちょっと行かせてもらう機会が多くて、そうジオンもやっぱ兵庫県なんで、大阪にねお家があるんで、まあ一人かわいそうだなっていうことで私が訪問させていただいているんですけど、なるほどね、はい、お世話をしようかなっていう。なるほどなるほど、そういうことらしいです、はい、ジオンちゃん。リハ期間ではマジでふっかりで、朝駅のところで歩きながらメール来て、うん、今日大阪、あ、じゃあ行くねみたいな感じで、そのマジでふっかりすぎて、ノリ軽そうなんですね。本当に住み着いちゃってますね。実家の方にもこの間行かせてもらったんですけど、はい、私の家ができました。はい、じゃあそういうことで服とともに撤収する日は来ないみたいですね。来ないですね。はい、来なかったです。続いて神奈川県にお住まいのラジオネームかぼちゃのかずさんからの投稿です。目撃メンバーはジオン。亀のジオンちゃんが TikTok を始めてくれました。どの投稿も本当に可愛すぎて無限に見ていられます。これからもいろいろなジオンちゃんが見られるのを楽しみにしています、とのことです。もじちゃんマジで可愛い。可愛いな。見ました、お話し会の時、席横だったんですよ、ジオンと、撮ってました TikTok。 お、マジで。しかもプロの技で、携帯を上にヒュンって上げる技とかやってた。なんかカシャンっていう技もできてるんですよ。そう、トランなんとかみたいな、トランうまくないって言ってくるんですけど、全然わかんないんですよ。そう、あれやってて、あ、すげえって思った、横で見ながら。すごいよね。そう、今度乗せます。世代ですね。世代ですね、乗せてくれるそうです。皆さんめっちゃ楽しみにしててください、はい、もういっぱい投稿して、マジでじっちゃんかわいいもん。はい、かわいいじっちゃん。はい、続いての目撃メンバーはアイピです。新潟県にお住まいのマキノメさんからの投稿です。これは次世代コンサートでしがみついた精神を歌ってた時の出来事。はい、
この歌の中盤でメンバー同士がわちゃわちゃと絡み合うシーンがあるのですが、はい、その中でさつき愛花と黒田風和が小島キャプテンの取り合いをしていました。二人で小島キャプテンを追いかけたり引っ張り合ったりして小島さんを困らせていたようです。いやいやいや、果たしてこの対決はどちらが勝利したのですか。さつき愛花でしょ。そして小島キャプテンをめぐってのふわりんとアイピの戦いは今後も続くのでしょうか。はい、頑張れふわりん。ちょっと待って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 読んでてびっくりしちゃった。最後に最後の最後で頑張れふわりんって言ったけどいやいやいや、そうなんですよね。さっきもね、最初の方で話したんですけど、うん、かりんさんを小島かりんさんを黒田ふわちゃんと二人で取り合いしましたけど、はい、いや非常に楽しかったですよ。見ましたよ、すんごい引っ張りが出てましたねすんごい楽しかったですよ。引きちぎるんじゃないかっていうねごめんなさいかりんさん。でもかりんさんも優しいんでね、優しいね、心よく受け入れてくださって、うん、その後は最後みんなで集まったじゃないですか、うんうん、白目ついた青春ラストでみんな集まったんですけど、かりんさん肩組んでくださいましたから。おー最高ですね、うん、最高に楽しい時間でしたね。どっちが勝利したんですか。私でしょ、まあ、これからも続いていきます。ちなみに頑張りふわりんってこと、この争いはこれからも続いていきます。はい、ということで皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。ここからはリスナーに代わりメンバーから集めたマル秘情報を打ち明けていこうと思います。題して NMB48 の打ち明け話。さあ、どんな内容のマル秘情報が届いているのでしょうか。まずは孫桜花ちゃんのマル秘情報から。いいな、早川ゆなさんからいただきました。こちらです。それは秘密のあこちゃん。自分のキャラを瞑想している、キャラ瞑想中ですというマル秘情報が早川さんから届きました、はい、これはですね、はい、やっぱりちょっと最初の方はアイドル、うん、王道アイドルで行こうとしてて、うんうん、そこからやっぱ自分ってやっぱ元気なキャラなのかなって思い始めて、うんうん、でしたら早川ゆなちゃんとちょっと被り始めてということで、でそしたらゆなが大学生になったから落ち着いてきたと自分で言ったので、うん、おし、じゃあ私のものだと思ったら意外と元気キャラは続いていたので、そうですね、ちょっと私はいつもの自分がなんか出てくるようになっちゃって、はい、なんか悪ガキ感悪ガキ感、そうですね、悪ガキ感が出てきちゃってしまって、はい、最近はそういう感じでやらせていただいて、はい、結構素の私というか、はい、いたずらっ子な自分で行かせてもらってるんですけど、うん、まあ、最初の頃の王道アイドルはもう消え去っていったので、諦めましたか。諦めちゃいました、ね、いいと思うけどな、クソガキ感で。いいですか。いいですよ、儲からしくて本当ですか。可愛いと思います。そう、最近は瞑想中なんですけど、はい、うん、自己紹介を超えたかいけど、まだね、ちょっと静かにしてもらって、はい、はい、まだあれなので、はい、まだまだ瞑想してください、はい、続いて亀のジオンちゃんのマル秘情報です。はい、隅野若菜ちゃんからいただきました。こちらです。それは秘密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 のあこちゃん。何かと返事にぷいを使う。ぷいってどういう意味なんでしょうかもうぷいどういう意味でしょう。もうジオンも分かんないんですけど、うん、とりあえずぷいですよね。何を言っているんですかね。この方ずっとなんか変なことばっかり言ってるんですよ。ずっとさ、ぷいってぷいって言ってるの、うん、なんかなんだっけ、なんかいろいろ言ってるよね。はにゃとかなんだっけ。そうですね、ジオンなんかよく口癖変わるんですよね。めっちゃコロコロ変わる、うんうん、確かに確かに。なんだっけ、ちょっと前まで流行ってたの。はにゃって言ってた。ブハーと、あ、言ってた。ブハーが本当にうるさかった。あと何やったっけ、僕、あ、なんだっけ、僕は知らないもんみたいな。ボスは知らないぞーだ。もうなんかすぐさ、ボスは知らないぞーみたいな。ジオンの中でさ、すぐ流行りの言葉が変わるから、もうついていけない、ついていけない、ついていけない。これは毎日聞いてますよ。100回ぐらい聞いたんで、ちょっともう飽きてきて、はい、飽きないでください、はい、これからもでもプイとかね使い続けてください。可愛いんでいいです、はい、はい、最後はさつき愛花ちゃんのマル秘情報、はい、川野奈々穂さんからいただきました。こちら、それは秘密秘密のあこちゃん。 LINE を始めたらこっちが既読無視しない限り永遠に続くめっちゃわかるわ。違う、ななほさんとね、うんうん、私ずっとななほさんと LINE 交換したいなと思ってたんですけど、うんうん、言ってたな、ずっと日よってて、うん、で、なんば新選組公演の後にやっとその日に
ね、言ってたな、追加できたんですけど、うん、その日から毎日ナナさんと LINE してます。怖い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 勝手に追加していいよって言われてて、そうでも追加したらそこからずっとトークして、うん、何を話しているの。え、ほんまにいろいろ話してる。何話してる。めちゃくちゃいろんなこと話します。後輩すぐコロコロ話題変わって、うん、毎日 LINE しちゃうと。毎日 LINE してる。そろそろ止めてくださいって言ってる。無理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 。いや、え、言ったの、そんなこと。やだ。無視して永遠に続きますと。間違いないです皆さん、私と LINE 始めたら一生続きますんで。そうですね、深夜に LINE をずっとしてますね。確かに、うん、でも、うん、ななほさん優しいからいつも返してくださいますよ。既読無視そろそろしていただいて。嫌です、嫌です。でもななほさん優しいんでね、はい、ね、ちょっとニヤニヤしちゃうのでこのまま続けていこの話続けたいんですけど、あの時間の方の尺の問題もございますので、はい、ここで終了、ぶち切らせていただきたいと思います。はい、はい、メンバーのマル秘情報いかがでしたか。さてこのコーナーでは SNS で見かけた私たちメンバーの情報を募集しています。詳しくは番組ブログ、ジャンルディの公式ツイッターをチェックしてください。以上 SNS48 でした。時間です。皆さんいかがでしたか。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。さてこの番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また皆さんが SNS で目撃したメンバーの投稿を送っていただく SNS48 へのお便りもお待ちしています。現在募集しているメンバーについては番組の公式ツイッターとブログをチェックしてください。そして気になる月曜日のコーナーでは現在 NNB をプロデュース、あなたが考える妄想 NNB というテーマでメッセージを募集しています。どんなメッセージでも構いませんのでお気軽にお送りください。はい、ちなみにですね、妄想 NMB というのはあのこのメンバーのこの曲が見てみたいとか、このメンバーとこのメンバーのこのユニットが見てみたいとか、他にも NMB48 ゆり劇場というものがあるので、うん、このメンバーのこんなゆり劇場が見てみたいとか本当に何でもいいです。メンバーの妄想をどしどし送ってください。お待ちしています。でその他番組でかけてほしいリクエスト楽曲や普通歌なども大募集しています。すべてのお便りの宛先はメールの方はすべて小文字で jro-mon@yesfm.jp、またはハッシュタグジャンレディ月をつけてのツイートもお待ちしています。番組ホームページからのメッセージも送れますので、詳しくはジャンレディゲ検索してみてください。ということでお二人今日はどうでしたか。はい、超楽しかったんですけど、はい、ちょっとねすごいね盛り上がりすぎて、はい、もっと話したいなって思いましたね。そうですね、確かに。また呼んでいただけたら、はい、ぜひまた来てください、はい、ということでそろそろお別れのお時間です。今日は雨の動物園を聞きながらお別れしたいと思います。これは白間みるさんの卒業コンサートでね、はい、あの卒業生の方が歌われてたんですけど、はい、もうこれやりたいっていうのを3人で話しましてね、うん、やってみたいなっていうことで、はい、この曲をね選ばせていただきました、ね、はい。そして明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りしますのでお楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてみてください。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 のさつきあいかと沢ももか、そして亀のジオンがお送りしました。来週も聞いてください。バイバイ。バイバイ。ジャンレディ月7期反省会。私あの、はい、声がやばい。なるほどね。ただひたすらに声がやばすぎてガサ、カミでしたね。カミカミだしガサガサだし。そうですね。はい、ちょっとあの喉の調子は整えます、うん。やっぱ7期生となったら話が止まらない。これがもう本当に反省点。はい、そうですね。いくらでも話せる。いくらでも止まらへんね。止まらないね。永遠と終わることのない。仲いいし、ここ。はい、そうですね。一応なんかあります。私がもうろれつが回らなくて。詰まっちゃいました。詰まっちゃいました。はい、これが反省点です。はい、これが反省点です。はい、はい、反省を生かして今後も頑張っていきましょう。